始まったね。始まりましたね。うん。お待たせいたしました。あ、はい。ギャラクシアンでございますよ。ほう。懐かしい。あれ、そんな声張ってたっけ、これ。あれ、こんなんちゃいましたっけ。覚えてへんけど。あの、やっぱり数ヶ月空くと全然覚えてないもんですね。うん、そうなんや。はい。まあ、でもこれ記念すべき第1弾ですよね。これでもナムコットシリーズの第1弾ソフトやで。そうですね、これナムコットですね。これけどパッケージにはナムコって書いてんちゃうかな。ナムコってやったらまた別なんちゃう。パッケージにも確かナムコットって書いてたと思いますよ。あー、ソフトのな。はい。このゲームメーカーのパッケージにはナムコって書いてるんちゃうかな。そうですね、遊びをクリエイトするええのかな。ナムコットシリーズになってるけど、これあれですよ。え、家庭用のゲームを開発してそれを出す時のレーベルがナムコットですから。ナムコはナムコなんです。ナムコはナムコなんですけど、ナムコの中のナムコットでございますから、これ。あ、そうなんや。はい。へぇー。これ第1弾ですね、だから。これ1面目難しすぎる？いや、難しいですよ。弾も、うん。この爪楊枝みたいなのが1本ぐらいしか出ないじゃないですか。そうやな、連射ができへんもんな。そうですね。相手はビュンビュン。当たりにくんねんな。こんなに、こんな粘ってたっけ。いやもうかなり本気で。ああ普通あれ避けますよね、もうちょっとね。応援してモテた。あっち側ですか、やっぱり。あ、外した。ギャルボス。はあ、これですね。このおしゃれな、はい、ギャルボス。うわ、うまい。これ見てください。ああ、うまい、うまい。うまい。うまい。これなかなかできませんよ。同じ人かね。いや、これ同じ人だ。危ない危ない。下行ったなと思ったらグイって上がってくんねんな、こいつな。そうですね。これひどいですね、この人。ああ。ああ、逃した。あ、一回増えた形やったんや。次持ち越されるんですね。へえ。宝くじみたいなもんやね。最近のあの、ロトなんとかとかでしょ、うん、キャリーオーバー。キャリーオーバー制ですね。うん。だからこれもうキャリーオーバーですよ。ああ。はい。もういち早く仕入れてたんや。そうなりますよね。4億円までですけどね、たまるんは。いや、あの、ボスが4億頼ったら鬱陶しいで。あ、裏技。何これ。何これ。これ何なんですかね。何これ。なんか数字がどんどん近寄ってきてるけど。これずっと曲が流れるとかっていう。そうなの。はい。あ、パックマン。はあ、パックマン。いや、これ古いよな。古いですね。LSI とかでもあったもんな。はい。もうアメリカなんかじゃ大人気ですよ、パックマン。アニメ化もされてたやろ。アニメ化されてましたね。アニメかな。アニメ化。いや、アニメ化じゃないよ。なんでアニメになんのよ、パックマンが。アニメ化やろ。こんな早くなんの。はい、後半早いですね。あ、こんな早いの？これ何面？でもこれ相当いかないとダメですね。これ、僕知りませんでした、これクッキー食べてるって。そうやで。言うたらこの、お化け側のクッキーだしね、モンスターか。もうそれを知ったのが相当大人になってからですから。だからほんまパックマンのが悪いねんな。人の勝手に食べてますもんね。そう、それはモンスターも怒るよ。どっかなんかあの絶対敵来へん場所が真ん中の下あたりにあるねんな。ありましたね。それ聞いてずっとおってんけど何ももろないねんな。まあちょっと小休止ですからね。うん、一回考えるんじゃないですか、やっぱりパックマンも。俺なんで食べてんだろうみたいな。そうなんだ。いや、これは永遠にできますよ。これ新しいのあったよ、オンラインゲームなのかな。あー、最近ありますね、なんかいろいろ。うん。ずーっとエンドレスで、この、これの2画面つなげるようなやつで。はい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 。やってた。うわー、でも黙って見てまうな。そうですね。トンネル入るときにちょっとモンスター怖がってゆっくり歩いてるな。あ、それゆっくり歩いてるんですか、ほんまに。うん。いや、すごいですよ、だって。Google の、デザインになったりとか。あ、そうなの？はい。これっぽいシボレーの CM とかありますからね。え、これっぽいシボレー？はい。パックマンみたいにこんな、細かい動きもできますよ、うちのシボレーは、みたいな。へぇー。CM もありましたからね。あ、点滅するんだ。
はあ。わあ、楽しい。今で言うムービーみたいなことだもんね。そうでしょうね。あ、空逃げるわ。これね。手が鳴ってたらな。いや、来ましたよ。ついに。ゼビウスですよ。あの、鉄板を何発か撃ったら割れるとかいう噂あったよな。ありましたね。うちの方では255発でしたけど。まず、撃たれへんもんな。撃てないですよね。だから、ま、これ2つ出てるから、うん。かける2ってことなんじゃないのとか言ってたんですけどね。おうおう。255割る2でいいんじゃないのとかって言ってたんですけど、よ、結局あれなんですね。割れないんですよね。割られへんねんな。残念ですよね。これ、でも、後で聞いてんけど、ゼビウス1000万点っていう攻略本とかあったんやろ？はいはいはい。でもうちの近所で1000万点出せるような人って一人もおれへんかったんけど、1000万いくっていうことの発想がなかったけどな。いや、もうそれは、各ゲームセンターで、やってましたからね、マジックで。あ、やってたんや。何々さん何点とかやってましたからね。へぇー。はい。じゃあ、梅田のキャロットとか行ってましたもん。あー、ゲーセン？はい。ナムコの直営ですよ。駅ビルのところ？はい。よ、ご存知じゃないですか。うん。50円のところ？それ。50円のところもあったかな？ 1 ゲーム50円とか。どうなんすかね。それは、近所の駄菓子屋さんちゃいます？あー、あったで、梅田で。ありました。1ゲーム50円。あー。あー、出ましたね。スペシャルフラッグ。スペシャルなんや。俺スーパーフラッグやと思ってた。これもうスペシャルですね。どっちでもいいんですけどね。え？気持ち的には。S って書いてるから？はい。やっぱでもスペシャルでしょ。これ、でも、ジェネシスはなんか、むちゃくちゃなとこから弾出てくるよな。はい。空中から急に出てきますから。なあ。はい。いやでも、ナスカの地上絵がこれファミコン版カットですから。え？ちょっと残念でしたね。そうだったっけ？はい。もう当時はいかにアーケードをこの完全移植するかみたいなノリがあったんで、うん、メーカー側でだと思いますね。そのノリがあったんや。僕らもやっぱりそれを楽しみにしてたんで、うん、ならナスカの地上絵がねカットやったんですよ。あ、どこを切るかみたいになってくるね。はい。でこう裏技もあるんですね。どう？あ、無敵やん。あ、なんか無敵でどこまでいけるかっていうの番組の企画でやったことあるな。半年ぐらいつけっぱなしってやったんやったっけ。それどこまでいけるんですか。そうそう、途中でガソリン切れたりとかなんかあんのかなと思ったけど、なんもなく飛びっぱなし、うん、でループですもんね。ループな。基本これもアイオさん大好きなマッピーじゃないですか。もう俺マッピー好きやったわ。マッピーのボーナス面が好きやねん。あ、ありましたね。うん。ほんまこの絵を揃えながら撮りたいねんけど、途中でどうでもよくなってくるねんな。まあやっぱ敵もいますからね。うん。ボーナス面でトランポリンが2段並んでるところがあって、ブインブインブインってやって下に降りるっていう、あのちょっと破る感じですよね。あそこ好きやって。あれ楽しいですね。あそこだけやりたいねんな。あそこだけあるアプリとかあればいいのにって思う。あー、なんでしょうそれは。どういうことでしょう。障子とか破る感じですかね。子供が。そうやな、ほんまやったら破いたらあかん。これ破ったら怒っちゃうから。はいはい。それを楽しむアプリが欲しいと。うん。あ、こういう2段並んでるとこ、これのアプリが欲しいということ。そう、上っ側破いていいやつ。何これ、金なんかあったっけ。はい、あれで上落とすんですね。ほらもうあの人は二度と帰ってこないんかなと思ったら帰ってくるんですけど。あ、そうですか、そんなアプリが。うん。じゃあこれをご覧の皆さん、もし愛野さんのためにアプリ作るという方がいましたら、こちらの方まで。どちら？あちらの方まで。うわー、おっしゃ。あー、いいですね。これ、早くなるのもいいですね。あ、ディグダグっぽいところもあるな。あ、ご先祖様、ぐる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 。やってきますもんね。あ、来ましたよ。うわー、そわそわするわ。あかん、俺やってへんけど、そわそわするわ。あー、無敵なんですね。あ、これですよ、ボーナスステージ。あー、これこれ、あー、そこやぶくね、そこ、そう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 、それ気持ちええね。あ、応援したくなりますね。誰か知らんでやってる人ね。これちょっと急ぐと壁にポンと当たってタイムロスするみたいなことですもんね。うん、
あ、一個残してるやん。取りこぼしますね。ああ、そういきますか。なんて読むのこれ。え？なんて読むの？イーニングス？イーニング。イニングス？イニング。なんですかね。何やろ。トータル。最後トータル。なんでカタカナじゃないんですかね。なんか昔の英語の方がかっこいいみたいなとこあったやん。ああ。なんかクリアした後のエンディング画面も英語ばっかりやったりとかしてたやん。そうですね。あの英語合ってたんかどうかわからへんけど。いやいやいや、それを確かめようとしても確かめるスピードじゃなかったですからね。そうやな。はい。うわ、早いな。いやいや、もうこれ、ギャラがですよ。連れて行かれますよ、これ。あ、連れて行かれるやつやったっけ？連れて行かれますよ。この、で、2機になんのやったっけ？そうですね。なんかもっと増えるやつなかったっけ？それギャプラスですね。なんか敵をもらえて、横に並べて、はい。逆にこっちがあの技術取り入れようよ、みたいな感じでやるんですけど。うん、あ、研究しよったんや。はい。でも相当横に長くなると。そこ考えなかったんですね。こっち側。あ、すぐやられますから。横がやたら広くなりますから。防衛軍の方は？並びますからね。あ、1画面いっちゃうみたいなことになってくる。いやもう G 面75みたいになりますから、横並びですよ。古いですけど。あ、これ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 。あ、持っていかれましたね。これ全然こっちは悔しくないですからね、今。ニヤニヤしてますから。でもこれ、ラス1でやってもったらどうなるの？ゲームオーバーです。そのままゲームオーバーです。じゃあ次に100円入れた人がキャリーオーバーではないの？その感覚なかったでしょうね、当時は。ないね。はい。そう、おかしいですよね。あかんのかな？これでも、2期になった方が得なの？まあ、一応ギャラガでは得ですね。ああ、そうなんや。あ、ほんまや、早いな、敵やっつけるの。はい、早めにこの、出てくる時にいかに倒せるかっていうところにかかってくるんで。ああ、ここ気持ちいい。はい。あ、やられた。あ、これ、分かっててほしかったですね。うまい。あー、来ましたね、これ。おー、すごいすごい。あ、得ですね、こういう時に。あ、ほんまやな。うまいですね、この人も。こんなんめっちゃうまいやつおったやん。いましたね。あの、どっから出てくるかをもうすべて把握してるやつ。はい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 。ああいうやつって今何してんねやろな。あの、就職とかされてますよ、結構。就職できてんの？あいつらって。あのめっちゃうまかったやつらって。あ、そういう仕事されてますよね。ああ、ゲーム業界行ってるのかな。ゲーム業界行ってたりとかしますもんね。デュダグですよ。スポーツ万能なやつって、そんなにゲームやれへんかったもんな。そうですね。大体お前何やってんの言うて、まあリトルリーグ行ったりとかしてたもんな。そうですね。もしくは部活終わりでお前まだやってんのって来たりとか。そうはな。そうですね。アニオさんはどっち派でしたっけ？駄菓子屋に行ってた。あ、帰宅部やったね。じゃあ僕と一緒ですね。あ、遅い。あ、優しいですね。うわぁ、花いっぱい並んでるな。いやぁ、当時これの偽物とかありましたからね。ディグダグの？はい。あったっけ？ありましたね。ありませんでした？インベーダーの頃はあったけどな。ディグダグもあったっけ？ありましたよ。あれ何なんすかね？誰が作るの？大阪メインですか？ああいうの、あの。危ない。え、何？いや、何でもないです。独り言です。やめては本番中やで。逆に本番中なんでボーっとすんのやめてもらえます？え、ちょちょ、本番中やからゲーム見ててんや。しゃべるしゃべる。仕事しゃべる。兄さんしゃべる仕事。あ、そうですか。そうですよ、得意じゃないですか、しゃべるの。うわー、飽きましたよ。これ気持ちいいよな。うわ、わーりですね、今の全部言ってほしかったな。今スローで見せてくれんねや。これ一回空気入れときいのみたいな。そうやな。あ、でもあの、もう一体行ってほしかったな。危ない。これなんか狙ってますね。これなんか知らんけど土全部なくすみたいなやってたよな。あ、別の遊びですよね、確か。あ、息増えた。すごいですよこれ。かなりレベル高いですね。高いな。